Hello everyone. Thank you very much for watching Yaiji TV Special Culture Program. You're gonna be pilot. 皆さんご一緒に Yes, you can! ありがとうございます。今日はゲストをお呼びしております。どうぞお入りください。マイミンの番組続きましてイケメン、ちょっと年食ったイケメン2人で、年食ったイケメンですご紹介いたします。全日本綱引き連盟の、理事でいらっしゃいまして、静岡県綱引き連盟理事長の岡田光正さんです。はい、皆さん岡田でございます。初めましてと言った方がいいのか、それともいつも見てますよって言われるか、その辺よく分かりませんけれども、私実は元は銀行員でして、で銀行員をやりながらなぜか綱引きにはまって、そしていつの間にかどうせやるんならとやっていったら国際審判になってしまったんですね。で今ここに来てるのも国際審判のユニフォームなんですけれども、でオリンピックで綱引きがあったというのを皆さんご存知ですか？いや知らなかったんですよね。1900年のパリ大会から1920年のアントワープの大会まで5回大会があるんですけども、その中で綱引きが行われてたんです。そして、綱引きの魅力、こういったものをですね皆さんにお教えしながら、綱引きをずっと普及 していきたいなというのが今の気持ちです。素人考えでは、綱引きっていうとなんか日本古来の村同士で、町内じゃなくてその近所でやってたような、そんなようなイメージがあったんですけど、これは実は国際あれですか？そうです。元は発祥は日本じゃなくて、発祥といえば、例えばエスキモーの、板を引っ張る、それから日本で言えば神谷の昔から、綱引きがあったんですね。こういったものがあるわけですけれども、古代オリンピックのサッカラの、壁画っていうのをご存知かと思いますけれども、その中にも、綱引きの競技の絵があるんですね。そうですか。そして正式にやはり、できたのが1860年代なんですけども、スウェーデンで、いわゆる今の綱引きの、原型ができた。そして今ここにお持ちしてますけども、国際ルールなんですね。そしてこれ国際ルールです。はい、で福ちゃんだと英語ペラペラだから多少ですと思いますけれども、ところどころ自慢しちゃうというとなんですけれども、わからないながらもこれをですね、1990年頃ですか、訳させていただいて、そして日本のルールを、確立していきまして、そして、どうせやったんならということで国際審判まで取ってしまったわけですけれども、国際試合っていうのはオリンピックじゃなくて、今でもあるわけですね。あります、でそういう大会っていうのは世界各国で行われてるんですか？今、およそ45カ国ぐらいが加盟しておりますけれども、そうですか。もうちょっといけばオリンピックの正式競技へ手を挙げられる状況になると思います。そうですか。じゃあ例えば日本そういう国際大会あるってことは、全日本のチームがあるとか、そういったことがあるんですね。全日本選手権も毎年行われておりまして、この12月の今年は21日になるんですかね、ここでですね、静岡県綱引き選手権大会というのがあります。で当然のことながら、そういう選手権と同時に、一般の人ができるように、地域の方とか、地域の方ですとか、それから職場の方々、8人集めれば引けますので、ぜひ参加していただきたいなと思ってます。一部8人、はい。で一般の方については体重無制限で募集してますので、年齢はいかがですか？年齢関係ない、関係なし、はい、16歳以上であれば問題なく進んでいきます。で私ども言ってるんですけれども、綱引きの魅力とは、まず綱引きってヒーローがいないですよね。そうですね、全員競技ですね。全員の力を一つにする競技、誰がその悪いから負けたっていうことはないわけです。例えば球技ですと、あいつがエラーしたからとか、
ね、そういった話もあるかと思います、うん、でもこれはそういったことじゃないわけです、うんうん、しかし全員が力を一つにしないと勝てない、うん、で集中力が必要だ、そうすると集中力が磨ける競技ですよ、でなおかつ体力作りにもなりますよ、はい、でいやこの辺でもう少しっていうような我慢をする力、これもつく競技ですよ、で引き終わった後、勝てばまあ最高ですけど、負けても達成感が大きい、ですから私はいつも小学生中学生 の、あの教育に最適ですよ って皆さんに言ってるんですけどね、そうですはいありがとうございます。あ、まあ、そうですか。はい、ですからあ、でもあの普段でもあれですね、小学校小中学校 の、 その運動会にはもう必須科目ですもんね。はい、そうでもないですか。昔はそうだったんですけどね、はい、今は最近そうでもないですかね。そうでもないみたいですね。うん、まあ私たち子供の自分には ね、必ず綱引きやってましたもんね。ね、はい、今なかなか綱引きっていうのも大変みたいですけど、あ、そうですか。それでも前回八重中学校の運動会を見ましたら一生懸命やってましたね、うん、そうですか。で、まあ、一昨日も、あ、昨日になりますね、昨日も八重市の、うん、スポーツ交流祭、地域対抗スポーツ祭ですね、はい、ありましたね、あれで綱引きがありまして、14自治会さんが優勝しましたけれども、うんうん、あれはいわゆる屋内でやる場合と外でやる場合でちょっとなんか違いそうなんですよ ね、 そうですね、下がこう、下が芝がありますので、外でやるっていうのが国際のルールですか。ルールです。ああ、それ下は芝生、はい、芝生です。芝生ですか、はい、土じゃなくて、はい、あ、そうなんですか。で、柔らかい芝生ですんで、うん、スポーンと足が入りますね。あ、当然足がかりができます。あ、そうですか。そうすると、長い試合ですとね、うん、私の経験で20分やったのなんですよ。あ、そうですか、はい、だけど例えばね、力を1分間こうギューッと出すだけでもすごいじゃないですか、はい、そうですね、20分やるなんてのはもうちょっとあれですね、限界の遥か先ですね。北欧のバイキング、あの人たちってのはすごいなって感じしますね。で、同じように日本人がじゃあ耐えられるかっていうと5分耐えられないですね、まあ、そうでしょうね、ですからその辺も十分研究していかないと、スポーツにおいては体格の差ですね、ありますよね、筋肉の差っていうのがあると思うんですね、まあ、その何、はい、国際ルールじゃその体重制限とかいろいろあるんですか。全てあります。クラス分けみたいなのがあって、最低体重がですね、まあ、女子の部と男子の部それぞれありますけれども、日本人が平均してできるのが8人の体重600キロ、1人当たり75キロですね。これが今標準になってます。でもそこまでの体重にするってのはなかなか日本人じゃ大変ですね。うん、そうですね。で、外国の人は逆に落としてきますんで。あ、そうですか。その、まあ、日本人でそういうふうに、はい、筋肉でそってつけるって結構大変じゃないですか。大変ですね。筋肉ってもともと締まって余分な肉が削ぎ落とされて、はい、形成されますから、はい、それで体重を増やすっていうのは難しいですもんね。そうでしょうね。ああ、その辺のやっぱり、ハンディみたいなのあるんですね。いや、でそうすると基本的にはやっぱ体大きくて、そうです、ある程度がっちりした人が筋肉つけて絞り込んでいくというような人の方が有利かもしれないですね。それからなおかつ体の背の丈のある人かな、あ、ただそういう人ばっかりじゃまたね、嫌ですから。だけど綱ってあんまり高く引いちゃダメなんですよ。低い姿勢で引くみたいな。低い姿勢、低い姿勢っていうけども、ある程度の高さって必要なんです。あ、そうなんですか。それで、まあ、基本姿勢を、きっちり教えて、そうすると、腰も治るんですね。悪い腰も治っちゃう。あ、そうなんですか、ね、いや腰のある人できないのかなっていう、逆に、きちっとした姿勢で、リハビリにも使う、なんか前にあの、なんか松坂慶子さんなんか主演の綱引いちゃったっていう映画ありましたね、はいはいはい、あれ私ね見ようと思ったんですけど、見るチャンスなかったんですよ、はい、今度DVD 借りて、もしあれでしたら私持ってます。あ、そうですか見せてください、松坂慶子さんの演技指導を私やったんです。あ、そうなんですか、はい、ですからこの携帯に彼女の電話番号もございます。ですか、会場はどちらでやられたんですか、あれは。ね、実は、最後は大分の別府、別府の体育館でやったんですけども、その前の練習はですね、山梨県の、
まあ、今、北斗市になってますかね。北斗市、はい、あそこの高根っていうところです。あ、はい、あそうですか。あれですね、出演者の方もいろいろ本当に、あのキャラがいい人ばっかりですよね。でも本当にね、あの時思いましたけども、女優さんって意外と飲み込み早いですね。あ、そうなんですか。まあ、全く素人さんじゃああはいかないと言うんですね、はい、あ、そうですか。あ、じゃあ本当大したもんだなと思いました。だけどあれ撮影するったって本当に本気でやってるんでしょ。いや、本気でやらせましたよ。やっぱ中途半端にやってたら、あ、これなんだっていうふうになっちゃいますね、見てるのもね。あ、そうですか。いや、それ素晴らしい。その時のこの写真なんかもいろいろ撮られてるんですか。写真撮影禁止か。写真撮影できないですね。あ、そうですか。なるほどですね。そういったものはあれですけども、一応、まあ、我々の仲間が、指導という形で入ってましたんで、何人か。そうですか。それは何、全日本の、あの協会として、まあ、あのサポートしたというか、まあ、基本的には東京都綱引き連盟が協賛したという形になってますけど、そうですね、はい、あの話って降って湧いたような感じだったんですけども、やっぱそういう、もともとそういうなんかあって、そうですね、あのストーリーなんかも、まあ、たまたま大分のコスモレディスっていうチームの、まあ、トップを引いてた方が、給食の、まあ、給食センターで給食のおばさんだった、あ、それで、あ、そうそれで娘さんはね、やっぱりやってましてね。あ、そうなんですか。ご本人は出演されてるんですか。まあ、ね、ちらっと出たんじゃないかなと。その大会のいわゆる選手じゃなくて、エキストラかなんか別の、チームの選手として。あ、そうですか。いや、すごいです、相手チームの選手として。あ、そうですか。本当だったら勝っちゃいたいところですよ。いや、勝っちゃいますよ、当然ね。それをまあ勝たせながら。あ、そうですか。ですから、まあ、いろんな形でですね、先ほど言ったように、魅力的なスポーツだと思いますしね、まあ、男女問わず、年齢問わずということですね。そうです。で、焼津がこれだけ長くやってくれたというのは非常にね、で、まあ、ご存じの通り、私も今焼津市会議員をやらせていただいてますので、そんな中でスポーツを、できるだけ焼津市内の市民が、やっていただけるように、そして、まあ、長生きをしていただくということですね、健康で、健康は何よりですよね。そうですか。その一つに使ってもらえればなと思います。まあ、岡田さんのモットーは、なんか一度会ったらお友達と、はい、そうです。で、頼まれたことはできることは全部やるという、そういう頼まれること多いんじゃないですか。いや、それはいろいろあります。で、できることであれば、最大限頑張りますし、だから自分ができないことであっても、どうしたらできるんだろうっていつも考えさせてもらってます。だって皆さん考えること一緒じゃないですか。じゃあ駅前どうしたい、ああしたいって言ってるけども、皆さんどう思いますかって言うと、みんな同じ答え書いてるんです。じゃあなんでできないんだろう。ね、一人じゃできないけどね、んみんなだったらなんとかなりそうですよね。ですから、こうやってやってくださる仲間いっぱいいますよね。この方々がいるからいろんなものが発信できるんだ。ですから非常にありがたいなと思いますよね。そうですか、はい、私のもまた岡田さんにいろいろお願いしたいこともあるものですから、はい、個人的に。まあ前にね、ちょっと私もこの地域に防災ヘリを導入したいんだというような話もね、ご提案させてもらったりなんかして、で、私はまあ何もしないんじゃあれなんで、でこういう番組を通じてね、皆さんに一人でもパイロット多くなってもらいたいということで、この番組やってまして、いろいろ議員さんの方とかですね、いろんな方が見えたりして、その都度ね、こうやって、まあ、アピールしてるんですけども、そうなんで、まあ、ぜひ、お力を貸していただきたいなと。ぜひ頑張りたいと思います。ね、よろしくお願いします。そのために、まあ、健康であって、しかも安全でね、そうですね、何かあったら、みんなで動けるというようなね、そういう地域にしたいなと、ね、そうですね、思いますからね。本当にね、焼津をね、大好きだって人間多いんですよ。で、いろんなところ行きますと、焼津が本当にいいね、だから変な話、焼津ってこんないいところないよっていうような子どもたちが一人でも増えてくれるといいな。そうですね。だから番組ご覧の皆様、焼津じゃない、例えば
あの静岡県外で見られてる方もいらっしゃると思うので、もしかしたら海外で見てる方もいらっしゃるかと思います。もうぜひ焼津へね、あのおいでください。とってもあのいい町です。そうですね。お魚も美味しいしね。冬はないし。冬ないんですよ本当に。冬ありますけど、でも気温、最低気温5度ぐらいですか。そうですね。あんまり氷点下になることな、とんでもない話で、ね。あの雪ももう何十年降ってますよ、ね。雪は全くないですね。見たことないです。ここに、私の娘がね、今あの成人しましたけども、その娘が生まれた年に5センチ積もった。あ、そうですか。ぐらいで。ちょうどその頃は私がどこにいたんだろう。東京にいたのかな。だから、ね、焼津で僕が雪見たのは、あの小学校の1年か2年ぐらいの時チラチラっと降っただけです。でそれ以外は全然記憶にないし、まあ、よくあの近所の裏の山のね、はい、高草山というところに、はい、まあ、雪が降ると春が来るよ、なんていう話はねしたんですけども、実際この市内にね雪が積もっちゃうってことはもうめったにないですもんね。ですからもう日本のカリフォルニアみたいなもんで、それでまあこんだけ魚もうまけりゃ、それだけじゃなくて、こんなにそのねいいものをいっぱい食べれる、こんな町、ないと思うんですよね。ですから日本の中でもまた世界に誇れるものっていうのをいっぱい持ってる焼津市でしょ。スーパーで売ってるあの刺身 の、 あのパックでも美味しいですもんね。だもんですからね、私いつもあの言ってるんですけどね、あのこういったものを常にあの持ってるんですね。それであのこれ魚菓子のそうですね、これね、まあ焼津の言っていいのかな、ぬか屋さんのです。それで、ね、あのこの中にも書いてありますけどね、やいちゃんとともにトートバッグ持ってね、あの全国飛び回ってます。これはあの候補、私の候補です。これちょっとこう、こういうのがあるそうです。ちょっとクローズアップして、こんなのがありますので、もしご希望の方いればご連絡いただければ、はい、送らせていただきますんで、ぜひご覧ください。これなんかやいちゃんもこれあのこれ公認のあれですね。そうです、あのゆるキャラですね、やいち公認のね。でこれはね、やいちゃんと一緒に名古屋行った時ですかね。それであの常に外へ出る時には、このバッグを持って、見えないかもしれないですけど、このはいバッグを持って、この焼津魚菓子デザインの、はい、あのバッグを持ってるってことですね。東京へ行くにも魚菓子シャツという、はい、この、はい、そうですね、あのこよなく焼津を愛しているお方でございます。まあ、そういうあの岡田さんにぜひね、はい、今後とも頑張っていただいて、はい、まあまたね、選挙とガタガタするかもしれませんけど、はい、あの皆さん応援させてもらってますね。私はあの頑張る人大好きなんで、まあ、あの岡田さんだけじゃなくてね、皆さん頑張ってる人を本当にあの応援したいと思いますので、私自身もあの、まあ、あのできる範囲で頑張ってます。また私の番組を見ていただいて、で、私はね、その、まあ、パイロットをあの目指しましょうよというね、なんかコメントが入ってみたいですね。いない。あ、こっちか。ありがとうございます。後ろの登りも。後ろの登りも。どこ？たい焼き。これみんなそうですか？あ、これもそうですね。あの後ろの登り旗も。あ、そうですね。これもあの後ろの登り旗もあの大菓子がある。あ、これ、あ、違う、これ違う。こっちですね。登り旗ね。はい。あ、そうだ。こっちがあります。これもそうですね。ね。そういうふうに、魚菓子っていうのはあのこの文字独特ですもんね。そうですね、この魚菓子 の、 菓子のこの文字、はい、本当 の、 あの焼津らしさが出てる文字、焼津が世界に誇るデザインですね。ね、そんなわけで、ぜひ焼津においでいただきたいなというふうに思います。これから冬ですけども、ちっとも寒くありませんし、ね、ここからですとね、海からの富士山が綺麗に見えますね。そうですね、素晴らしい。もう雪積もってますけども、こう駿河湾越しに見る富士山というのはね、素晴らしいんですよ。本当にすごい素敵です。ですから、そういう、その姿を見たくてわざわざ焼津に来られるという方も、全国にたくさんいらっしゃいますので、ぜひおいでいただいて、素敵な富士山をね、これ見えるかな、見えるかな、
ちょっと見えないかもしれないですけど。ちょっと見えないかな、ね、そういうふうに、ね、あの富士山が、まあ、この辺では普通だもんですから、そうですね、特に拝んだりはしませんけどね、どうかするとね、手を合わせてる方結構いらっしゃいますよね、うん、港なんか行きますとね、そういうんで、とてもいい町です。そうですね、はい、でその、町にですね、私はパイロットをもっとどんどん増やしていただいて、防災ヘリをねぜひ導入したいなというふうに思ってまして、まあ、まずは自家用皆さん取ってもらって、どんなベテランパイロットもまずは自家用からです、あ出ましたほら、あ出ましたね、この富士山、こういうのが日常で見られますんでね、はい、またぜひ見に来ていただきたい、はい、これをバックに飛ぶっていうのもいいですよ、そうですね。時間で借りられるヘリもありますんでね、ま、たそういう意味で空撮なんかしてもいいかもしれないですけどね、またそういう、まあ、私はちょっとたまには久しぶりにアメリカ行って飛びたいなっていうのが気もあるんですけどね、前々回ぐらいにアメリカ のロサンゼルス近郊のバンナイズっていうエアポートから飛び立ってね、マジックマウンテンっていう世界一巨大な木製のジェットコースターがあるその辺あたりまで飛んでるようなその動画があって、それについてちょっと解説なんかしたりしたんですけどね、まあ、タワーコミュニケーションとかいろいろあるもんですから、それもねできるんだと楽しいんですよ。そうでしょうね、うん、すごく醍醐味、もう普段では味わえないね、そういったこともありますんで、まあパイロットになればそういうことができます。で本当に空はね自由ですよ。そうでしょうね、飛び出しもないし、こう時々夢の中では、飛び出してくる人もいないし、信号赤もないし、飛ぶのに何が危険かって言ったら、その空港まで車で行く方が危険だっていう、ね、そういうね、そういう世界ですので、まあぜひ、まあ、私の番組見ていただいて参考にしていただいてね、はい、一人でも多く若い方がね、若い方じゃなくてもいいんですよ、パイロットライセンス目指してもらいたいなということでやっております。で前回ですね、トラフィックパターンといって、飛行場があるとね、そういう誰でも簡単にどこからでも入ってくるんじゃなくて、こういう飛行場があると、これ飛行場があると、こう必ずこう侵入する経路みたいなのが決まってるんですよ。エアラインとかジェット機なんかはね、直接入って直接出てくっていうような感じなんですけども、まあ、小型機に関してはこういうトラフィックパターン常習経路っていうのはね決まってますよっていう前回のこの、番組でやったんですけども、こういう離着陸訓練をできるようになると単独飛行に出られるんですよ。まあ、単独飛行に出るためにはいろいろいわゆるエンジンが止まった時にどうしなきゃいけないかっていう、そういう危険回避 の手順なんかも全てできないと単独飛行に出られませんけども、そういういろんなことを基本的なことをやってですね、単独飛行に出て、それから場外遠くまでクロスカントリーって言いましたね、遠くまで行ってくるようなのがあるんですよ。そういうものをやってナイトフライト夜間飛行なんかもやってですね、で実際に試験官と同乗してですね、フライトのテストをして、それに受かれば免許を取れますよね。なるほどね、うん、でアメリカ、私なぜアメリカ進めてるかっていうと、一番 の障害になるのはもちろん英語なんですけども、学科試験から何から全て英語ですけどもね、嬉しいことに学科試験はね、試験内容は事前にある程度分かるんですよ。ほう、本当に。なるほど。まあそういう、まあ過去問なんかもいっぱいありますしね。で7次点合格です。3択、マークシート3択で。じゃあこの試験より優しいですね。あ、それより優しい。これ90点だったね。70点合格で、まあ事前に試験内容もある程度わかると。で、あとはその簡単な英会話のテストも最近はありますけども、本当に中学校程度でいいんですよ。そういうでね、そういったことをやっていただいて。アメリカ行く前に、まあ、日本で勉強する、学科試験もう受けられるぐらいまでに勉強して、そしてアメリカ行ってその学科試験をまず取って、ですぐ訓練始めて、大体ね、20時間からまあ30時間あれば単独飛行出られます。なるほど。で60時間ぐらいあればもう自家用取れますんで。じゃあ1週間も行ってるあれですね。まあ、1週間だとちょっと厳しいかもしれないですけどね、まあ、1日1時間、まあ、2時間ぐらい飛んでね、
ぐらいのペースになると思いますけども、あのそうすると1ヶ月か。そうですね、はい、最短でそれぐらいで、あの要は日本でいかに、うん、あの出発前にあの準備していくかというのが大事、効率よくやるためのもの、うん、ですそのために私はこういうあの番組を通じてこういうことを勉強してくださいねということでやってますので、はい、あのまたぜひ私 の, あの過去にいろいろやってますので、はい、覗いていただいてまたご意見ください。はい、わかりました。そうすればあのこんな風にした方がもっと福ちゃん分かりやすいよというようなね、あのコメントをいただけるととってもありがたいです。はい、そんなわけで今日はあのだいたいこれで時間になりましたので、はい、またあの今日だけじゃなくてね、またぜひおいで、はい、ゲストでおいでいただいて、はい、あのもっといろんなあのそうです、ね、奥深いことがあると思うんですよ。もうちょっと具体的な話をね、あのお伺いして、はい、あるいはその岡田さんの、はい、その議員さんとしてのね、はい、いろんなこんなことしたいとかで、うん、そういったこともね、またお話しいただいて、はい、あのしたいと思いますので、またぜひ、ぜひ使わせてください。おいで、あの、はい、いただきたいと思います。今日あのゲストはですね、全日本綱引き連盟理事、静岡県綱引き連盟の理事長でいらっしゃいます、岡田光正さんに、おいでいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 Thank you very much for watching. See you next time. Bye bye. Yeah. Thank you. 次はあれ、あ、ともちゃんと、あっちゃんですね。はい、どうぞ。